ホワイトカルテットのラジオ、略してカルラジ。どうも皆さんこんにちは、 MC のホワイトカルテットスタッフのカズです。このラジオはホワイトカルテットの魅力を感じ知っていただけるように、さまざまなコーナーを行っていくラジオ番組でございます。さて今回もメンバーを呼びしてます。どうぞ。ギターボーカル長尾と、ギターのイッシーと、ベースのゆかんと、ドラムのトッくんです。はい新年一発目以来の全員集合でございます。よっしゃ、よっしゃ、ありがとうございます。はい、ではそろそろ始めましょう。ホワイトカルテットのラジオ、略してカルラジ、スタートです。ホワイトカルテットのラジオ、略してカルラジ。ではコーナーの方へ参りましょう。コーナーは教えてカルテット。このコーナーは視聴者様からいただいた質問に答えていくコーナーでございます。今回もお便りが来てましたので答えていきたいと思います。今回も来てたの、はい、ゼロさんより。ゼロさん、はい、ゼロさんっていう方から来ました。ありがとうございます。はい、読ませていただきます。はじ、い、めまして、いつも陰ながら拝聴しております。そこで聞いてて疑問に思ったことがあり、コメントさせていただきました。はい、某バンドアニメでは自分の機材に名前をつけているのですが、メンバーの皆さんは何か名前をつけたりしているんですか？とのことです。これやばいやつや。はい、リーダーからお願いします。以上、うん、それだけ。名前つけちゃった。昔は、うん、つけてた、あのつけてたっていうか相性、相性、そう、なんか、いや特にあのメーカー名を言うとった。あのレスポールだった、あれやん、あれナビゲーター。あ、ナビゲーター。ナビレス、ナビレス。はあ、なるほどね。いや、西なんかある？いやー、つけたことない。つかへんよな。まあ、普通はないか。呼び名？普通って。なんかある？昔はつけてた。今はつけてない。なんてこと？昔は、なんか、ジャズベース。うん、ジャベース。略して。あ、なるほどね。あ、そっち系。かなり略してた。だから、プレベーやったら、何になる？プレベ？プレベはもともと、そうか、略されてるか。プベス。プベス。そうなるな。そうなる。流れてきて。トークンはあります。スティック。スティック。ベースにやったら。ベースに。ベースやったんや。ベース何本か持ってる。うん。まあでもこうじゃん、ちょっと被ってんねんけど。あの、名前で。ああ。一軒持ってた時は一軒。まんまやな。BB 使ってる時、まあ今は使ってるけど、あいつだけなんか BB なんて。ああ、一応ついてる。一応 BB だ。はいはい。意外とあったりなかったね。あったりなかったりなんですね。そんなまあ喋りかけんこと。なるほど。はい、ありがとうございます。はい、もう一個行きたいと思います。もう一個、はい。もう一個行きたいと思います。もう一個、どうぞ。はい。ビリビリさんより、はい、ビリビリさんよりありがとうございます。読ませていただきます。皆さんはじめまして、お便り送らせていただきます。結成時より陰ながら応援しております。長い、ありがとうございます。ライブ映像を見てて思ったのですが、はい、メンバーの方々はライブ中どこを見て演奏しているんでしょうか。気になりましたのでした。なかなか鋭い、はい、でお体に気をつけて頑張ってくださいとのことです。はい、これもリーダーから。どこ見てんだ。どこ見て、どこも見てない。見てない。まさかの見てない。見えない。ああ、正確に言う、まあ、先々ステージから客席って意外とスモークほんま最前列ぐらいしか見えない。ほんまに後ろの方全然見えない。電話ぐらい来とけ。申し訳ないです。メモ線の手打ちでした。ごめんなさい。びっくりした。で、ごめん、これリーダーを答えたけど、他のメンバー答えたっけ。なるほど。あ、どこ見てるか。どこ見てるかって。西どこ見てる。
何やろ、斜め右横見てる。わかる。こっちも見てる。え、どういうこと？ちょっとすらしてこう。わかる。で、正面向いて、正面じゃないねん。正面じゃない。わかるわ。ちょっとこっちかな。こっち側見てる。立ち位置もあれやけど。そうやな、こっちやもん。だから、こっち見る。あ、そうなんだ。たまにこう前に。たまに前見て、でもちょっと流す。あ、そうなんだ。あら。今のはどうですか？私は逆に若干左斜め前を見て、やっぱり立ち位置なんかな。そう、たまにこの前見て、暗闇に見える。確かにそろそろ顔をちょっとちらちら見ながら見てるな。で、一番後ろの特訓は僕ね、なんか癖なんか知らないけど、ドラム叩いてるときなんか左向いてもらう。やっぱり一人、やっぱハットの問題じゃないか。こうなるわ。写真とかと。でいただいた。おーてめえ、この野郎。はい、申し訳ございません。ちょっとこれ、もうこれちょっと、放送事故ですね。放送事故すぎるやろ。放送事故すぎるやろ。ちょっと放送事故で申し訳ございません。うちのカズが。まさか2回目があるとは。2回目、二度あること3回目。もう、ごめんなさい。二度あることは3度あるよ。あるから。もうごめんなさい。はい、すいません。切っとったよろしい。まあ、切っとったよろしい。ごめんで、とこなやったけ。聞いとけや。一番後ろで左向いてるんでしたっけ。左向いてるんです。写真で写真で写真でね、撮っていただいたりする。結構左向いてる写真多いんですね。でもドラマってそんなもんじゃん。なんかフロア向いてる方が珍しくない？なんかでもあのライド叩いてる時も結構こうなんか癖なの。ドラムの時は他は知らないです。ベースの時はベース暴れてる。どこ見て、どこ見て、360。ベース時はあらゆるとこ見てる。あらゆるとこ見てる。僕のバンドでやってる、ドラムでやってる時はちょっと左側をちょっと見がちかな。なるほどね。はい、ありがとうございます。いろいろ問題はやっちゃってしまいましたが、以上、教えてカルテットでした。ホワイトカルテットのラジオ、略してカルラジ。カルテットインフォメーション。このコーナーはホワイトカルテットの最新情報をお届けするコーナーでございます。では特訓よろしくお願いします。はい、3月21日、来た来たボディエ見て、はい、クラブビジョン、はい、来てライブを行います。詳細はまだです。まだか。なんかまだバンドが決まってる、バンドが決まってないそうです。まあまあまだ未調整。もうでもぼちぼち。ね、決まると思います。まあ、はい、ちょっと激しいライブになるんじゃないかなと思います。そうね、僕は勝手に暴れます。そうやね。はい、はい、暴れましょう。はい、はい、以上カルテットインフォメーションでした。ではここで一曲をお届けしたいと思います。曲はホワイトカルテットで愛の花。時に止まりながら
ホワイトカルテットのラジオ、略してカルラジ。さて、そろそろエンディングのお時間が来てしまいました。メンバーの皆さん、今日はもう本当に申し訳ございませんでした。あ、いやいや、こういうのあるよ。あれあれ、ちょっとね、ちょっと今回もマジでスタッフとしての自覚を再認識しないとね。そうそう、今回もマジで2回もですからね。今回だって40何回目やろ、これ。そう、45 4か5かくらいまで。マジでもうそんだけやってきて、これちょっとね、絶対iPhone 純正の音。 iPhone 純正の音。もうポほんま次からこんなようにしますんで、申し訳ございませんでした。はい、はい、このカルラジは Twitter のリプ、YouTube のコメントで感想をお待ちしております。 YouTube アカウントは英語でホワイトカルテット、 Twitter アカウントはホワイトカルテット、またはアットマークをお持ちで WQ0529 での検索をお願いしています。このカルラジは各週で配信していきます。次回は違うメンバーやゲストさんが来るかもしれませんので、お楽しみに。それでは、ホワイトカルテットのラジオ、略してカルズ、 MC のカズと、ボーカルギター長尾と、ギターのイッシーと、ベースのゆかんずと、ドラムのトックンでした。はい、また次回お会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。